シモバルスイカの共同直売所。松本ハイランド農協共同選果所の前にある、シモバルスイカは、長野県松本市旗のシモバル集落周辺において、生産されるスイカの通称。ブランド名としては、シモバルスイカと表記される。シモバル地域の土質が、火山灰由来で排水性が良いことと、松本盆地の気候が、中央高知式気候で、 気温の比較差が大きいことが、下原スイカの独自性を形成してきた原因であると言われる。しかし、下原スイカのブランド名でスイカを出荷していた、畑町農業共同組合が、1995年に JA 松本ハイランドと合併したため、JA が下原スイカの名前で出荷することはなくなり、広域生産地の JA 松本ハイランドスイカとして出荷されるようになった。JA 松本ハイランド管内の平成28年におけるスイカの栽培面積は220ヘクタールで、このうち125ヘクタールが畑地区にある。ただし、生産農家は JA を経由せずに出荷するスイカにシモバルスイカの名を現在も用いている。赤いハート型のラベルには大きく、 シモバルの銀文字が入り、さらに近年では、このラベルに生産者の個人名が印刷表示されている。2015年4月22日、スイカ栽培の補助作りの過程で、マルチングシートを機械で敷いている様子。2015年4月30日、スイカ栽培の補助作りの過程で、 ビニールトンネルの応用、道具を使ってかけている様子下原スイカの生産農家が集まる下原集落は、松本市畑地区のうち、最も南東側に位置する。東側は、松本市和田地区に接し、南側は、山形村に接する。アルピコ交通上高地線の森口駅から南に900メートル行った部分が、この集落の西北端にあたる。一部に、 霜原バルを、下っッと呼称する意見があり、霜原バルスイカを、下っッスイカと読む向きもあるが、この集落に住む人は、下原と呼んでいる。地域では宅地化の進行が見られ、一部では、スイカ畑の宅地化が進んだ。しかし、2014年11月4日に、都市計画区域の用途地域の変更が行われ、霜原バル集落周辺は市街化調整区域になった。 このため、原則として、新築建物の建築は行えなくなった。1935年頃、下原でスイカが作られ始めた。1950年代後半、下原スイカはすでに、松本の製菓業者には有名であった。スイカと、並行して、トマト栽培も盛んであり、1960年頃には、スイカと、トマトが、集落農家の基間作物であった。 トマトは生食用と加工用の2種類が作られており、生食用は東京市場にも出荷していた。下原集落は1957年から1960年当時は個数が32件ほどと、畑町の中でも小さな集落だった。しかも南北670メートル、東西670メートルほどの広さに農家が分散していた。 1957年当時、この集落で販売用のスイカを作っていない家は、非農家だった地、水田栽培だけだった農家、村内の別集落から移転したばかりで、スイカトマト栽培のノウハウがなく、水田と養蚕中心だった農家などだけで、わずかだった。1960年頃のスイカの品種は、極度で、農協は種や生産資材の圧線はしていたが、 出荷までには関わっていなかったから、集荷に来ていた。1960年代半ばに、トラックの普及が進み、生産農家が自ら生果市場に持ち込むようになる。当時の出荷方法は、核農家が畑から、リアカーで自宅に運び、庭で果実の汚れを落とし、極とを呼び、下バルのラベル2枚を貼り、重量を測るなどの作業をし、10個を一口として、トラックに、 バラ積みで送り出していた。その他、松本市の先進的なスイカ栽培地であった、浪柳地区や千葉県の栽培地に、団体で研修に行くなど、栽培技術の向上に努め、東京の市場を見学して、需要動向を研究していた。栽培方法の変化育病温床で育てたスイカの、苗を畑に移植する定食は4月下旬である。しかし、 旗町あたりでは5月の連休明けまで構想被害を受けることがある。そのため、定食後は夜間の冷や込みを防ぐ必要がある。1960年代初めまでは油紙を袋状にしたもので高さ15センチメートルほどの小さなテントを一株ごとに貼って構想被害を防いだ。しかし、1961から62年頃から 長いビニールトンネルを使って夜間の冷や込みを防ぐようになった。ビニールトンネルによる保温は高層被害防止だけではなく成長促進にも効果がある。現在ではスイカのツルがビニールトンネルをはみ出しスイカが着火しても使用している。スイカの玉伸びにも役立つからである。苗を育てるためのポットは1960年頃まで。 競技と言われる、薄くそいだけで作っていた。幅10センチ強、長さ25センチ弱の競技を巻いて、円筒型にし、ホチキスで止め、そこを当てがい土を入れる。この競技のポットは1960年代前半に、ビニール製ポットにとって変わられる。育病温床自体の変化もあった。1960年代初頭までは温床に熱を。 与えるため、温床の下部に稲わらを厚く積んで、その発光熱を利用した。60年代初頭に電気による余熱が導入されると、電熱方式が一気に普及した。温床の周りも、1960年代前半までは、稲わらを地面から10センチから15センチくらい立てて、これを横に渡した竹で締め固めていたものが、ビニールハウスが作られるようになると、 育病温床としてのビニールトンネルは、コンクリート板を埋設してその周囲を作るようになり、長期間そのまま埋設しておくようになった。諏訪市の市場に出荷するようになったのは、この時期である。各生産農家が運ぶのではなく、一括して引き受ける人がいた。中学生などが交代で、トラックに同乗し、2の積み下ろしを手伝うこともあった。また、同じ頃から、 継ぎ木の技術も導入された。夕顔の代木にスイカを剥ぐものであった。それまでは連作障害が発生するため、同じ畑では7年に1回しか作れないと、連作が限られており、工作面積の一部にしかスイカを作付けできなかった。しかし、継ぎ木の導入で連作が可能になり、工作面積が拡大するようになった。継ぎ木導入と同じ時期に、 苗を育てるための温床の構造も変化した。それまで、ビニールトンネルの中で苗を育てたのが、さらにそのビニールトンネルに2列分を覆う大型のビニールハウスを作るようになった。スイカのツが伸びていく地面に、雑草の繁茂防止と地温を高めるために、当初は稲藁や麦の茎を敷いていたのを、黒いビニールに変えるようになった。このビニールを敷くことを、マルチと呼ぶ。 1981年に、畑町農協は、政府の補助金、約3億円を受けて、スイカ共同選果所を建設する。この時から、下原スイカのマークを、農協組合員すべてが使用するようになった。新たに加えられた、工作地は、下原集落西側の水田添作地がほとんどで、あった。 生産農家の畑からトラックで直接、スイカとも選書に持ち込まれたスイカは、機械のベルトコンベヤーで運ばれ、簡単な清掃、重量の測定、重量ランクごとの仕分けを受けるようになった。作業は、学生アルバイトを含む農協スタッフが行うので、農家は、品質チェックに交代で関わるだけとなった。出荷形態は、 1960年代末頃のビニール袋入りを経て、スイカと無線書が建設された時からは段ボール箱に入れるようになった。段ボール箱入りが大型トラックによる輸送を可能にし、東京などの遠隔大消費地への出荷がより盛んになった。また、生産農家が自ら生活市場にスイカを運んでいたのが農協による大量一括輸送に変わっていった。 1995年に、畑町農協が、山形村農協と共に、松本ハイランド農業を共同組合と合併した。松本ハイランド農協でも、下原地区に近いところを中心に、スイカ栽培が盛んであった。農協の統合を機に、松本ハイランド農協が扱うスイカはすべて、JA 松本ハイランドスイカというブランドで統一され、東京の市場から、 シモバルスイカは姿を消した。当地区における現在の主要なスイカの品種は全国的にも主力種である祭り林である。祭り林の中でも777は暑さに弱いことから前半は祭り林777、後半は祭り林11を用いている。現在は集落内の農家が 農協を通さずに直接市場に出すもの、宅配便を利用した直接販売、販売所に直接卸ろすもの、共同で運営している販売施設一箇所での販売に限られるが、これらについては、下原スイカブランドの下に、スイカの出荷を行っている。ちなみに、下原集落のスイカ農家が1960年頃に、 スイカ栽培技術を学んでいた松本市並柳地区は住宅地と化し、スイカ栽培はすでに行われていない。ありがとうございます。